コウモリのいるところアストスアリッカ。行くぞ。ここは私の記憶にはないわ。白い壁、白い床、それにこの居心地の悪い空気。記憶にあろうがなかろうが、やることは一つ。分かってるわ。アストスを探しましょう。やるか。ヤクがいれば負けないさ。これくらい余裕ね。つまらん相手だったな。お出ましね。サクッと倒そう。幕を引いてあげなさい。生きてやるさ。ジェド、頼めるか。強い男に頼られる。面白くなってきたな。力を入れろ、奉仕だ。ごめん、敵発見。やるぞ、ついてこい。健康だ。なんだと。お疲れさ。出てきたか。さっさと片付けましょう。
をつけないと。本当に迷惑な忘れ物だね。次も頑張ろう。いや、終わりだ。シリーザル。いただいておこう。お宝発見。かなりレアなやつだ。ご満悦ね、ジャック。どの部屋も似ているな。これは迷うぞ。全く同じわけではない。小さな違いを見逃すな。これで行く。キューブがある。ここにあるんだ。覚えてこ。
やるか。さっさと片付けましょう。行ってやるさ。終わりだな。
宝箱があるわね。倒すでしょ。罠？閉じ込められた？突破する方法があるはずだ。探せ。考える。敵はもういないな。先に進みましょう。開かずの扉ね。こういうのは条件が合えばあっさり開くものよ。この鍵があれば扉を開けられるかな。さっき見つけた鍵で開けられそう。お疲れ様ジャック、開いたわね。お宝発見。ネオン、ルフェインのことは知ってるか？大昔、この世界にはコーネリアの他にルフェインという国があった。コーネリアがずっと大きくて、ルフェインは田舎の村みたいな雰囲気。コーネリア人はルフェインを下に見ていた。ところが、ルフェインが短期間で大きく発展した。健康だ。複雑な機械や乗り物を作り、そして武器も作った。戦争が始まって、長く長く続いたんだ。お出ましね。やるぞ。これで行く。保釈のトラップだ。アメライジンは底意地が悪いだろ。ヘトヘトだ。一度戻ることをお勧めするわ。どうする？他のルートを探す？それともこの穴に飛び込んでみる？
応勝ったし、いいんじゃない？フェインの話途中だったね。まあすぐ終わるよ。コーネリアは大国だったけど、戦争が長引けばルフェインに負ける。兵器の性能を目の当たりにした国民が不安に思い始めた頃、ルフェインが突然消えてしまった。消えた？うん、国があった痕跡もなかったと言われている。嘘くさい。大昔から伝わるいわゆる伝説だ。どこまで本当の歴史かなんてもうわからない。大歓迎だな。期待してるわ。行けないのか、ジェド。頼めるか。任せてって。到着。なんだと。鍵のかかった扉。古代人はセキュリティ意識が高いのかな。出てきたか。さっと倒そう。ジェド、頼めるか。もちろんだ。強い男に頼られるのはいいけど。さあ。
ーネリアの風景に馴染まない異質な場所はルフェインの忘れ物と呼ぶ。そう聞いたことがある。この塔はこれまでなかったんだから、忘れ物というより贈り物。迷惑な贈り物だ。これで行く。閉じ込められた挙句敵のお出まし。俺たちを試しているんだ。なんかヤバくなってきた。諦めないから。結晶の輝きに反応して光っているのね。ああ、だが全てが光っているわけではなさそうだ。これまでの経験からすると他にも結晶があるかもしれない。探そう。鍵だ。これで全部ってことにしてほしいわね。見つけたわ。鍵が必要な扉がやたら多いわね。それだけ重要な場所なのかしら。ジェド、頼めるか。もちろんだ。任せて。手応えがなさすぎる。でも手は抜かないことね。これで二つ目。まだ足りないのか。開けられるってわけね。宝箱か。これで行く。敵発見。叩き潰す。さて、これでどこに行けるようになったのかしら。頭がぐるぐるしてきた。もういい加減にしてほしい。
で全部反応したみたいね。調べてみましょう。この扉の向こう、私の予感ではアストスと会えるんだけど、どう？俺は強い闇の気配しか感じない。あら、気を引き締めていかなくちゃ。鉄くず！俺たちが遊んでやろう。見つけないと。
ていく。任せて。やっ、消えろ。記録はすべてこのデバイスに入る。必ず持ち帰るんだ。了解。ただし容量には上限がある。上限に達したらその時はむやみに活動せずに回収を待て。回収ポイント都度異なる。それについてはアストスで確認してくれ。大丈夫そうだな。あんた軽いな。水晶が機能しなかった。それはおそらく容量の上限に達したから。ああ、俺はそれを知っている。だがあいつは誰だ。俺に水晶を渡し説明したのは。あの白い部屋はどこだ。俺はどこから来た。あなたらしくないわね。本当に知りたい。俺たちはストレンジャーだ。この世界にとってのストレンジャーであると同時に、俺たち自身にとっても見知らぬ人間。覚えていないことがあっても、それはその方が心置きなく戦えるから。忘却は慈悲。そう言ったのはジャックだろ。でもどっちにしても答えは同じよ。私も覚えていないわ。俺も記憶にない。うん、俺も。私はもちろん知らない。ねえ、それよりアストスの話を聞かない？会いに来てくれたとは嬉しいね。本当は忘却が慈悲なわけないんだ。そろそろジャックも過去と向き合ってもいい頃だと思う。アストスの話を聞こう。そのために来たんだから。アストスはこんなところで何をしていたのかしらね。記憶が混乱しているんだよな。だがきっと大丈夫。少しずつ整理されるはずだ。礼がまだだったな。助かった。ここで何をしていた？義務を果たしていた。私は闇を観察し記録する。永遠に。わからない。もっと詳しく。ああ、話そう。だがその前に力を貸してくれ。外に出たら異形の城が見えるはずだ。これまで存在しなかった新しい城だ。城の中には混沌から生まれた魔物どもがいる。奴らを退治してくれ。他にも以前は存在しなかった建造物を見つけたら同じようにしてほしい。闇と魔物が世界に広がる前に。私たちを利用する気？忘れていると思うが、君が望んだことだ。さて、私はまだ仕事が残っているのでね。また後で。仕方がない。出よう。あっちか。